皆様、おはようございます。ここは首都圏の人間が集う行楽地、熱海です。温泉がいっぱいある場所ですね。さて、今回は伊豆に向かいます。伊豆に行くなら踊り子じゃが。普通列車だけで行くのもまた面白いですよ。というわけで本日はこちらの列車に乗ります。これは特急では。ふふふ、ちゃんとした普通列車ですよ。もちろん青春18切符でも乗れます。ちなみに伊豆急では現在駅メモ、シリーズとコラボしているらしいです。ヘッドマーク付きじゃな。デジタルスタンプラリー開催中らしいです。さて、それではこの黒塗りの高級車に乗っていきましょうか。黒塗りと言われれば黒塗りなのじゃが。早速乗車ですね。本日は一旦は伊東で降ります。これは伊豆急行線2100系で、今乗っている4次車が黒船塗装になっているみたいですね。この列車は黒船電車といい、下田に来航したペリーの黒船をモチーフにして作られています。あの有名なペリーですね。社会の授業で習うやつじゃな。すみません、快適な座席でくつろぐ時間を増やしたいので、ちょっと用を。あ、ライン部ですや。黒船はトイレに専用のトイレ入るだけなのにうるさいですね。トイレ内は広くはないですが、ここにも黒船独特の装飾が施されています。ここも凝っとるのを。外装だけじゃなくて、トイレとかにもちゃんと衣装を凝らしているんですね。そしてここにもっぽい窓があるのを。こんなとこに本当の窓を置いたら大変なことになるので鏡になっててます。いやーにしても豪華ですねー。そろそろ車内へ入りましょうか。え、指定席の観光列車と間違えてませんか。いやいや、ちゃんと自由席の普通列車ですよ。変わった座席配置をしていますが、これについては走り始めるとわかります。別の号車に入り、モケットも変わりました。座席配置は大体同じですね。熱海発車、次は木の宮です。ゆっくりと発車していきますね。熱海から木の宮だけなら歩いてもすぐ着きます。ただ、だいぶ急な坂があるので、体力がない場合は乗ってもいいと思います。なるほどのー。そういえば、日野乗って体力あったよな。え、まあちょっとは。じゃあ日野の、木の宮駅まではらわをおんぶして歩いてもら。普通列車の伊豆急下田行きです。木の宮、伊豆田が、八号、宇佐美、伊東田順に終点伊豆急下田まで各駅に停まります。車両案内もあるみたいですね。号車ごとに異なるテーマで黒船と下田についての特集がされております。ロイヤルボックスってなんじゃ。特定の時期、イベントで連結される非常に豪華な座席を積んだ車両です。今は連結されていないようですが、端っこの号車の車端部は展望席。もちろん無料です。これも無料。はい、無料です。すごすぎませんか。すごすぎるの。ただし現在は例の感染症により、前3列、計12席が使えなくなっているみたいです。さて、では座席紹介。まずは2人掛けのボックスシートからです。どっしりとした作りになってますね。肘掛けもちゃんとついてるのか。普通車で真ん中の肘掛け付きシートって珍しい気がします。それよりもすごいのは、これ。おお、コンセントまで。自由に使っていいんですか？オッケーですよ。あれ？でも USB ポート封鎖されてる。車内表示器は伊豆急行線内、伊東以南で使われていたと記憶しています。なるほど。ところでこのロゴかっこいいですね。伊豆2004。ちょっと剥がれかかってますが、活かしてますよね。東急車両、平成2年製です。なんだかんだ言って30年近く走ってるわけですね。2019年にはリニューアルも行われたばかりです。ちなみに伊豆急2100系の名称はリゾート21。その中でもこの4次車の名称は、リゾート 21EX です。EX、リッチな感じがするの。座席は快適なんですか？こんないい座席が快適じゃないわけがありませんよ。沈んでいっちゃいます。沈むな沈むな。冗談ですよ。しかし、ボックスシートの割に人をダメにする勢いで快適です。難点は、ボックス席の足の部分が狭いことですね。4人で座ると窮屈になっちゃいそうです。この黒船電車には下田の旅にワクワクを与えるため、本来なら広告掲載箇所に該当するスペースで伊豆のアピールを行っています。移動中の観光者の期待に胸を膨らませられるなんていいですね。実はロングシートもあるのですが、見慣れない構造です。3人掛けが車両の真ん中よりに複数、この字みたいにセットされています。これは伊豆の海側が見えるような座席配置にしたから、というのが
が理由です。顔面の中に入っているせいで説得力ないみたいですけど、ロングシート側の座席もやっぱりかさすが、豪華なだけありますね。ただ、ロングシートにはボックスシートと違い、枕部分はないようです。おそらく向こうのボックスシートから海側の車窓を眺められるようにするためでしょう。座り心地は313系が近めですかね。とにかく、かなり快適ってわけなんじゃな。そんなわけで電車は伊東線2駅目、伊豆田が駅に到着。静かな雰囲気になったのー。お次は一人用ボックスシートじゃな。一人用のボックスシートがあるのは嬉しいですね。きちんと豪華な雰囲気のボックスシートですね。結構空いているということで本日は目の前に誰もいません。というわけでこのボックスシートは独り占め。これが快適でないわけがなく。そりゃあこんな贅沢なシートを贅沢な使い方しとるからのう。ちゃんと海も見えますね。このための座席配置です。ちなみにこんなホール席みたいなものもありますが、他の方が座っている上、ロングシート部分と大きくは違わなさそうなので割愛です。やっぱりこの一人掛けボックスシートが一番居住性良さそうですね。と思いきや実は一人掛けには、二人掛けにあった重要なものが存在しません。でもそんな。答えは、これです。あれ、コンセント。コンセントはどこじゃ。一人掛けにはコンセントがない。と、思われます。だからスマホのバッテリーなどが危ういなら相手に人形ボックスシートを使うのもいいかもです。こっちにはコンセントがついてますからね。いつか一人掛け側にもコンセントがつけばいいのにのう。それは、果たして実現するでしょうかね。2019年にリニューアルされたばかりなので当分は不可能さそうですけど。というか、ただでさえグレードが高いのにこれで運賃のみの普通列車なんですから、貪欲になりすぎてはいけません。そういえばこれ普通列車でしたからね。なんかいい感じなのでこれちょっと明るさ加工してサムネにします。青春18切符でも乗れますが、乗れるのは伊東線内、伊東までです。そこから先はさらに別の切符がいるってわけかな。はい。その先の切符も後々買うのですが、次の動画で詳しく解説しますね。というわけで、名残惜しいですが伊東で下車です。本日は伊東線内の黒船電車に乗った動画でした。普通列車だってことを忘れる車内でしたね。特急券がいらないのに割と豪華な車両じゃったのー。同じリゾート21でも金目列車という黒船電車に似た観光列車が走っています。電車の中は似た感じなんですか？デザインこそ大きく違えど、座席配置などはほぼ同じです。ゆくゆくはそれも紹介していけたらいいな。と思ってます。さて、見送りましょう。黒船電車は公式の運行スケジュールに基づき運行されるので、狙って乗ることができます。皆様もぜひ乗ってみてください。ご視聴ありがとうございました。また見るんじゃぞ。見ようだよ。そのあなたのターゲット。第928話。ペンゴルフ王国連邦。命令卓球しようよ。勝手にソルダー役者が乗ってしまってなきゃに。Ready。味噌汁。40分のアレンジャメだよ。